はい、竹内ですこんにちは、こんばんはということで、ビクトリアマイルね、大波乱の結末、10ハッピーローズが単勝208倍で勝利ということでね、ちょっとびっくりしたんですけど、対策動画の方では割とですね、えー、評価してたんですよね。別に左回りだったらマイルでも差はないし、今回のね、あの加速ラップの形だったらいつもね、この馬勝ってる状況なんでっていうふうに言ってたんですけど、さすがにね、ちょっと手が回らなかったですね。さすがに うん、しかもこの馬は本命でっていうのはねできなかったですねでもそういうのねされてた方も結構タイムラインにいっぱいいらっしゃったので皆さんすごいなーってね思って見ていたんですけど一方でねあの僕の本命ハーパー、えー、最下位ということになりましたレース前になんかねあのゲートなかなか開かないなーっていうかもうゲートガッシャンガッシャン揺れてるぞとなんだこれは何が起こってるんだと思ってたんですけどねパトロールビデオを見たらあのハーパー大暴れということで 座り込んでね、えー、結構むちゃくちゃしてました。まあ今んところ怪我があったとかいう話がないので、うん、それは良かったんですけどね、もうレース前に、えー、ちょっと終わっちゃってたなっていう感じでした。で、今週はね、オークスとなるわけなんですが、まず対策動画から入って、えー、毎年やってるね、あのパターンの動画ですね。はい、あの話をする動画を一個上げて、追い切り判定もやって、週末の予想と、そんな流れでね、えー、お届けさせていただきたいと思っております。 まずは東京の芝の2400メートルクッション値別の成績です。クッション値9.5以上。えー、ハーツクライサンクたくさん走ってますけどね。勝率7.5%、エピファネアサンク17.6%。で、この中で目立つのはゴールドシップサンクの勝ち馬がいない。絆ンクの勝ち馬もいないと。ね、ルーラーシップも1頭しか勝っていないっていう感じなんですけど。 クッション値が9.4以下の場合、ドラメンテサンクが非常に成績が良いですね。そしてハービンジャーサンクも成績上がります。えー、ルーラシップサンクやゴールドシップサンクなんかもまあカチューマが出てきたりするんですけど、こっちでエピファネアンクが1頭も勝ってないっていうのはちょっと意外ですけどね。 はい。結構びっくりするような数字かなと思います。えー、ただ今ね、東京のクッション値がね、あの、比較的ちょっと高めでね、あの、まあ、ダービーに向けてちょい高くなっていくっていうのは割と過去にもあったことですけど、先週が9.5と9.6なので、東京にしてはね、高いじゃないですか。だいたい9.2とか9.1、3ぐらいまでが平均と言えるところなのかなと思いますので、 なんで、あの、雨とかね、全然降らなければ、今週末9.6、9.7みたいなね、そんなこともあり得るかもしれません。はい。そうなると、母数が少ないね、一つ目の画面の成績になってくるっていう感じになるんですけど、そこで割を食うのは結構、ね、ハーィンジャーサンクとか、うんと、あとはルーラーシップサンクとかね、結構いるなっていう感じはしますね。 次に客室ですが、クッション値9.5以上の時、はい、やはり東京のね、えー、芝の2400メートル、記憶に残っている馬が、やはりあの、後ろからね、来て、あの、すべて任していくみたいな、そういうレースが頭に浮かぶ方とかも結構多いと思うんですけど、やはりね、クッション値が高いともう圧倒的に前が有利にはなってしまうんですよね。で、恐ろしいことに、あかりさんハロン1位の馬の勝率が30%なくて、回収100%、は単回収ね、えー、割ってしまっているっていうのは結構衝撃的な、 うん、成績かなと思いますし、アかりさんはの3位。まあ、これは偶然だと思いますけど、勝率3.4%。なかなか見たことないようなね、成績ですからね。はい。で、逃げた馬の勝率が17.6%もあるということですし、後方から行った馬の勝率が1%。まあ、1頭しかいないと。これはね、なかなか、あのー、大きな問題になるなと思います。 で、クッション値が下がってくれたら9.4以下だとどうなるか。まず大きく違うのが、上がり3ハの1位の馬の勝率が45.7%、単回数252%ということでも、そうですね、勝ち馬のだから半分、 半分以上ですね。半分以上が、えー、上がり1位の足を使った馬ということになりますし、えー、中段や後方からいってもね、全然勝負になっているということがわかります。そして、えー、逃げた馬、先行した馬の勝率がねガクッと落ちる。逃げた馬ですら単回収104しかない、えー。少ないんですよ、これはね。逃げた馬なんでね。先行した馬の勝率、ああじゃないな、回収率が45%しかないというね、これもかなり極端なので、 今週末どっちに転ぶかですよね。前に行く馬を買いたい人はね、あの、クッション値が高くこのまま行ってほしい。むしろもっと上がってほしいと思うでしょうし、差し馬、追い込み馬を買いたいっていう方はクッション値がちょっと下がってきてくんないと嫌だよなっていう、そんなね、えー、感じの過去の傾向があるという感じですね。 で、追い切りの半路時計、まず立冬からなんですけど、まあ当然ね、あの、東京で芝の2400でっていうところで母数減ります。えー、なんですけど、まああの、非常に母数少ないですけど、時計がすごくいい馬ですね。51秒台以下の馬の成績は良かったりするんですが、他は別にタイムがいいからどうこうっていう感じのね、成績にはまずなっていないですね。 で次に、ミホに関しても、まあ、ほとんどが、あの、ウッドウイキリで出てくる感じですからね。まあ、ミホ全体としてそうですし、このコース、距離だと余計そうなるっていうこともありますので、反応イキリをした馬の成績っていうのはかなり少ないんですけど、はい。えー、まあ、こう見る限りですね、特に目立つところもないですし、 まあ、見本の販路はね、改修工事が行われてもう半年ぐらい経ちますか ?10 月からだから、10、11、12、1、2、3、4、5、もう半年過ぎましたね。過ぎてるんですけど、例えばこれで立冬の販路の早い馬がね、成績良かったりした場合には、こっちにもね、あの、同じようなリンクが起こるかもしれないっていう、そんな見方もできますけど、うん、まあ、東西ともに別にそんな感じもね、極端にあるわけじゃないので、あまり気にしなくていいのかなと思います。 ラップの部分なんですが、えー、東京の芝2400メートルに追い切りのハンドで11秒台のラップを刻んで出てきた馬っていうのがね、えー、この数年でいないというのも結構びっくりです。はい。えー、まあ、上半分はいいとしてですね、下半分ですかね、えー、っと、はい。まあまあ、定番ですかね。加速ラップの方がいいし、えー、ニハロンだけ12秒台の減速ラップはやはり成績がとても悪いし、 12秒台まとめの原則ラップですね。まあ、勝率、副勝率は別にいいんですけど、回収低いしっていうところですね。ただ、11秒でのラップがある馬っていうのは、やはり、まあ、どのコースでもですけど、注目した方がいいんじゃないのかなっていうのが数字に表れているなと思います。はい。えー、見本の反論を生きる組いるかなぁ。<laughs> ま、いない可能性のが結構高いんですけど、まあ、一個ね、この後の話で出てきますけど、一個この旧車は反論に切り替えても面白いぜっていう旧車があるんで、はい。えー、なんですけど、まあ、あの、そうですね。別にそれが加速だろうが減速だろうがあまり関係ないなっていうような成績には正直なってしまっているかなというね。そのコースとの相性という部分では、あの、あまり気にしなくていいかなと思います。次に立東のウッド組ですが、えー、結構ひどいですね。あのー、 うん。おしまい11秒台で勝率4.4、12秒台で5.1。まあこんなコースはなかなかないんじゃないのかなっていうふうに思いますが、まあ等数が少ないですからね。はい。で、まあ反路組の方が多かったりしますから、まあ当てるだけだったら基本的に反路の加速ラップ組買っとくっていうね、リッドーバーは。それでいいんじゃないかなと思います。ウッド組のでも回収率15%、17%とか結構エグいっすね。 で、まあ、見本に関してはいつも通りですね、姉妹11秒台組の成績が良いということになっております。はい、成績、あの、回収率じゃなくてね、えー、勝率、副勝率の部分ですね。あとはここに絶対土日に販路があった方がいいし、それが早い方が成績は上がるし、土日に販路がなければ、当該週のどっかね、えー、火曜日とか、 うんあと、追い切り日に遅い反論があるとかね、えー、木曜日にあるとか、そういうのがあった方がいいし、えー、全くないのは成績悪いしっていうのは、もうこれはもう競馬の全データ、あの、全データとしての常識だったりしますので、その辺はまあ頭の中で、皆さんぐちゃぐちゃってやってくださればいいんですけど、とりあえずあの、姉妹と競別に見ると、こんな成績ですという感じです。 で、コースト区中調教パターンのご紹介です。東京の芝2400メートルなんですが、いつもね、えー、書いてないものも1個足しました。今回は下の方なんですけど、その前にですね、右上、えっ、ー、と、黄色文字、赤文字のとこチェックしてください。えー、これらはね、あのー、私の設定した期間に加えて、将来的な予測も含めてね、条件を独自に上下させています。はい。えー、例えば、 タイムととか使うとこですね、えー、53秒台いいな、54秒台悪いな、でも55秒台いいな、56秒以上悪いなとかだったらあ、54秒台のところも絶対良くなるよねというところで55秒台からあえて、えー、該当させるとか、そういうようなあことを僕やっていますので、他の方がですね、僕以外の方がこのコースはこの状況がいいですよって同じ設定表現になることはありえませんので、これご注意ください。はい、カッコ、盗むと書いてありますけど、そういうことで、なそういうことになっちゃうので、 はい、でまず1個目、これは、ね、定番ですね、えー、見本のウッドい切り組で、前の土日販路最速度計時のラップがしまい2波の12秒台まとめの加速ラップの形、えー、勝率が38.9%、単回数148%、副勝率が61.1%、副回数93%ということで、ね、かなりあの成績が良い状況のパターンの一つになっております。でその下ですね はい。これはね、これまで書いてこなかったんですけど、これもね、見本のウッド追い切り組なんですが、レース前の土日販路最速時計57秒台以下早いですね。早めの時計、土日から早い時計出してて、ウッドの追い切り4波論53秒台以下。はい。まあ、普通、まあ、普通から早いが該当しますね。加えて前の土日の販路最速時計、ウッドのこの追い切りの4波論の時計、そしてウッドの島ハ波論時計が出走場、これはあの、東西問わずですね、の中で全て3位以内。 なんで、もう土日の販路もトップ3、ウッドのハ波ン時計もトップ3、ウッドの姉妹時計もトップ3に入っている。はい。なので、あの、まあ、正直57秒台以下とか、ウッドハ波ン53秒台以下で書いてますけど、まあ、順位の方だけ拾えば大体そこには該当すると思うんですけどね。ただみんながみんな遅い時計の時もありますから、あの、一応タイムはね、あの、僕の定義で書いておきましたんで、はい。で、要するに、まあ、あの、全部いいねっていう。 <laughs> すごいあのバカっぽい言い方ですけど、全部いいね。 全部お前上位じゃんみたいな。そういう馬がね、よく走るコースです。えー、勝率が36.7%、単回収270%、副勝率が60%、すいません、56.7%、副回収115%ということで、結構ね、人気薄の馬がね、この調教が良くて、このコースでズコーンとね、馬券内に入ってくることがありますので、これぜひね、あの、今後も、オークスだけではなく、当然ダービーもね、これ全く同じですから、同じものを掲載しますけど、 どちらも、あの、注目していただきたいなと思いますし、もしかしたら、あの、ダービーの週にね、僕が体調崩して、対策動画アップできないとか、追い切り判定動画アップできないなんていうこともありますので、皆さんね、よろしければ、これ、あの、メモしておいて、あの、自分のね、あの、個人利用としてね、使っていただければ嬉しいなと思います。こっからは気になる馬をね、紹介していくコーナーになるんですけれども、まず、ステレンボッシュから、はい、え、阪神ジュベナルフィリーズ2着から直行してね、 桜花、えー、賞勝利というところで、はい、モレイラ騎手がね手綱を取っていましたで完全にもう今回からもう追われる立場となって挑むオークス、はい、誰がステレオッ募集をやるのかというような状況になりますけど今回戸崎啓太騎手の天乗りになりますこれがね結構一番の注目で ま、ステレオンボッシュ自体はね、あの、マーク騎手もモレイラ騎手もルメル騎手も点乗りで結果出してますけど、えー、やはりこの3歳の頂点を決めるオークスとかね、来週の日本ダービーなんか特に言えることですけど、やっぱシ馬バ戦から乗り続けているジョッキーと馬のね、このい、えー、ジンバ一体、このコンビの方が成績いいんですよね。うんで、特に点乗りの成績ってオークスもダービーもすごく悪くなってくるわけですよ。で、僕はあの、まあ、そのままであってほしいなと思うんですね。 あの、強い馬にね、トップジョッキーが天乗りでピョッと乗ってョットと勝てるようなレースには、あの、オークスやダービーはなってほしくないと思うんです。なんですけど、例えば2022年のルメール騎手、2012年の川田騎手はこれ天乗りでオークスを勝利しています。なんですけど、2007年から振り返ると、85頭中ね、2勝なんですよね。で、えっ、ー、と、2着5回、3着2回、72馬圏外という、あすみません、72掲示板外となっております。 で、天乗りで一番人気、まあ、想定でですね、ステレンボーシ一番人気になるかもしれないというところでの出走もこれ過去にまあないので、近年。まず、この戸崎騎手の天乗りがプラスになるっていうふうにはね、あのー、基本的には考えにくいのかなと。で、とはいえですね、スターズオンアース、こちら天乗りルメール騎手、ジェンティルドンナ、天乗り川田騎手、これどちらも桜花賞の勝ち馬でトップ騎手に天乗りになってるパターンなんですよね。 はい。なので、この、で、しかもそれがこの17年ほどでこの2頭だけなんで、まあ、いわゆるあの、競馬ファンの方が好きなね、あの、絞ってて絞ってて1分の1でもいい、2分の1でもいいみたいな、2分の2でいいみたいなね、そういうデータと呼ばれる形式、競馬ファンの好きなデータと呼ばれる形式だと、まあ、勝率100%とかね、まあ、むしろポジティブな要素に見えるかもしれませんが、まあ、僕個人的には逆の考えですね。はい。 でただ、伝統的に点取りでは活躍できないレースだったね、このまあ、非常にあの崇高なるオークスだったんですけれども、2022年に点取りに3着、2021年に2着、2022年にワンツー決着なので、まあ、正直、時代の流れとともにね、この競馬ファンのこの理想と現実が一致していたオークスというね、あの3歳貧馬の頂点を決めるレースなんですけど、実にこの現実的な方向に動いてしまってるなと、その点は僕はちょっとね、うしくないなというふうには思っています。 でまあ、このステレン・ボッシュという馬自身はねもう本当にもう素晴らしい馬でクッション値別の成績差もないですしどの数値帯でも構想している点はね強みだと思います札幌デビューですからね非常にあのクッション値が当然低い7.7からデビューしてでそこからね、えー、中山で8.89.79.19.3というところで、まあ、バランスよく走っているなとしかも全部ねあの 連帯してるのはすごいと思います。で、加えて、エピファネア3区で、東京の芝2400メートルでは、まあ、冒頭に掲載した表のようにですね、高ければ丸ですけどね、低いところで勝てていないっていう話を、まあさっきちらっとしたんですけど、えー、かなりですね、えー、不安ですよね。25頭中2着1等だけですもんね。連帯ってね。はい、なので、 まあそういう、まあ過去の数字もある中で、東京競馬場のクッション値としてはね、あの高めになっていることはプラス要素なのかなと。先週の土日が9.5、9.6ですからね、もっと上がってきてもおかしくないですし、はい。ただ、えっと、ステレンボッシ土日の販路最速時計が遅めだったというところで、先ほど紹介したコース特注状況に該当する可能性ってものはもう現時点でなくなりました。うん、そこですね。あの、赤松賞の時なんてあの、 ね、土日の販路最速56.6からのウッドい切りだったのでああいうね調教の流れになった時はしかも東京ですからね距離は全然違いますけどそうなっちゃうともうほんと完全無欠の海洋素だらけになってしまった可能性もあるんですけどまあそうはならないのかなとむしろ天乗りでオークスで、えー、調教の特注調教でもないしっていうところ はい。で、クッション値がもし低くなったらって考えると結構ね、超えなきゃいけないものいっぱいあるなと思います。あと、馬体重がですね、3000連続減ってますよね。あ、違います。すいません。あの、2000ですね。はい。えー、6、マイナー6、マイナー4で来てるので、今回減って、ね、3000連続減っちゃってたりすると、それも心配かなと思いますけど、はい。それはまあ、ちょっと当日じゃないとわからないので、あれなんですけどね。 次にチェルビニアです。はい。えー、コース特中調教をね、今回の動画では2つ掲載してね、すでにご紹介したんですけれども、関東馬で、えー、前、レース前土日に早い反路時計出してる馬がほとんどもうチェルビニアだけというかね、これ以外にいない状態です。はい。まあ、木村球社の定番となる調教で、毎週この話してる気がしますけどね、日曜日から反十53.6秒,秒、14.9、14.0、12.6、12.1秒。 でしまいに波論12秒台まとめの加速ラップで追い切りは99%ウッドでしょうから、現時点でね、先ほど紹介したコース特注状況の片方、はいえー、2つ書いた上の方に該当することはもう確定的となっております。あとはタイムですよね、ウッド追い切りのタイムのね、えー、4波論、しまい1波論、場合によっちゃはもうダブル該当になる可能性も残しているということになりますが、前走桜花賞では13着、まあ大崩れしてしまいましたけど、着順的には。 まあ結構難しかったとは思いますよね。アルテミスステークスからの直行なんで、約半年ぶりぐらいの競馬になっちゃってましたし、しかも18等立て18番、大外からの競馬っていうのはね、あの、かなり厳しかったと思います。で、直線ではね、あの、内外から挟まれたシーンもありました。で、それがなくても、あの、勝つとかそういうレベルの競馬はしていませんでしたけど、13着という着順に関しては、その挟まれたシーンも含むので、 あのー、全然ね、そこは気にする必要もないと思います。はい。別に頭の中で9着って書き直してもいいですし <laughs>、11着にしてもいいぐらいですね。それぐらい、あのー、その部分で、えー、後ろの方の馬の着順がちょっと変わったかなというところもありますからね。で前走大歌所の時は立刀の滞在でしたが、 まあ、木村休者ね、あの、立党に行っても、見本の時と同じね、自分のキムキム調教をやってくれることはくれるんですけど、成績としてはね、滞在系はあんま良くないんですよね。うん。まあ、当てにならない感じはしますから。なんで、久々に使った大箇所を叩きにしてね、で、見本であの、調整して、見本であの、キムキム調教、いつものパターンでやってくるということであれば、まあまあ、機会してもなんら不思議ではないなと思います。 で、えー、ハービンジャー3区と東京の島2400メートルではですね、クッション値が高いと低いでは、まあ、成績が大違いですねっていう話が、この動画のね、冒頭の方にありました。クッション値9.5以上で、えー、勝率が8.3%なんですけどね、低い方で14%ありますからね、副勝率も上がりますということで、まあ、低い方がチェルビニアにとってはいいのかなと思うんですけど、あと、まぁ、あ、チェルビニア自身が高いクッション値走ったことないので、そこはちょっとね、不安だなとも思うんです。ただ、 一応ね、高めの東京になってきた点は少々不安もありますとは書いてますけど、前走ね、あのー、枠が枠だったんで、いつもより一度り後ろでしたけど、このまま新馬戦逃げて、未勝利2番手で、アルテミステークス3番手からの競馬をしているので、その点を考えればね、あのー、当然クッション値が高い方がいいわけですからね、先行馬のね、このコースは。なので、まあ、枠にもよりますよね。 なんか連続で大外とか大外になんかなったりしそうなタイプの馬なんだけどななんかいませんそういうタイプの馬っていっつも外やなみたいな特に G1 とかで外引いた馬がずっとそのねあの外ってことありますからねなんでまあうちに入ってくれたらクッション値高くてもいいかなと思いますけどね外に入っちゃったらもう一か八か低いクッション値であの追い込んでくる方が面白いのかなとも思いますしうん その辺ね、ちょっと天気とも相談しながら、あー天気を観察しながら、はい。あともう金曜日にまず発表されるクッション値を見て、え、あのー、想定していかなきゃいけないなと思いますね。次に湘南マヌエラ。はい。まあ、ノーマークの人が多いかなと思いますけど、クッション値が高くなるかもしれないなという点からですね、あの、前の馬が気になるなというように考えたときに、やはりこの馬の名前が真っ先に出てきますよね。 で、大箇賞逃げて17着でした。チューリップ賞出遅れちゃいました。後方から。はい、参考外ですね。アルテミスステークスは5着だったんですけど、まあ上位には完敗。まあ立場的には厳しいんですけど、はい、アルテミス逃げましたけどね。ただ、新潟2歳ステークスは逃げて2着。勝ち馬はアスコリピチェーノです。で、新馬戦でも逃げてね、勝ってますけど、えー、っと、ウィンディオンデとかね、シカゴスティング、バウシーステップ、えー、モアニとかね、この辺倒してるので、まあ評価できる材料であると。 で、面白いのが、その新馬戦がクッション値9.8、新潟2歳ステークス9.9なんですよね。高いんですよ、クッション値が。高いクッション値を逃げて勝ってるんですよね。あ、勝ってる、連帯してるんですけど。で、ここ3戦っていうのはクッション値8.8から9.3で低めなんですよね。なんで、高めのクッション値で逃げた時にはね、構想しているっていう前歴をですね、まあ昨年の夏にですね、あのー、ちょっとポンと置いてきている。 はい。で、今に至るっていう点がすごく魅力ですし、はい。東京の芝の2400メートルっていうところを考えてもね、これでクッション値が週末9.8ぐらいあって、この馬が内枠入って逃げたら、これさあ怖いぞっていう話なんですよ。で、新馬戦と新潟二歳ステークスは、土日の販路最速時計が順にね、60.5、58.1。で、追い切りが56.6と55.2のね、遅めなので、 まあ、あの、非常に高野急車らしい状況時計でありつつ、特に高野急車らしさがあるのは新潟2歳ステイクスの方でしたよね。で、アルテミスステイクスと大賀賞に関しては、えっ、ー、と、土日がね、57.4秒なんですよね。同じで共通で。で、チューリップ省が55.4秒と、ちょっと早めにはなっているんですけど、今回の販路がですね、58.9秒。はい。で、遅めでしまい伸ばすっていう形なんですよ。 で、まあ、あ高野球者の特徴的なところを考えると、これで追い切りが55秒台前後ぐらいであんま早くなくてね、地味な時計なんですけど、姉妹をスーッとね、大きく伸ばしているような反論状況で、出てくるんだったら湘南マ,ルエマヌエラ、より買いたくなるなぁという感じはします。はい。ただ、えー、っと、中途半端にね、なんかあの5着ぐらいに残ったとかね、6着に残ったとかじゃなくて、それだったらもうあの、 ととかになっててていいただいて人気を落とし続けてこの先ねあの中京新潟でクッション値高い時にぶっ込む方がね確実性は高いと思うのでうん間違ってもその中途半端な構想っていうのはねやめていただきたい先々までねあの馬券、まあ、僕は買うので別に G1 だろうが何だろうがどこでも買うので。 はい。僕の勝手な気持ちとしては、あの、中途半端な構想をするんだったら、あの、もう、将来、美味しい馬になってくれよって思いますね。次に、小金の空です。3走前からね、逃げ先行差しで3連勝3立て決めました。急成長を見せている小金の空というね、えー、期待の一頭ですが、前走ね、やはり差してああいう競馬で結果が出たので、 まあ、あの、3走前逃げてますけど、この、湘南マネーラが出走してくる場合に関しては、もう花を狙うっていう選択肢は、どんだけいいスタートでもないんじゃないかなと思うんですよね。そこはもう消してあるんじゃないかなと思います。で、小金の空は低めのクッション値で走っていることが多い馬で、でその中でまあ前走を刺してね、スイートピーステイクスを勝利しているわけなので、仮にこの東京競馬場のクッション値が高いなら、まあ、2000万円のようなね、先行する競馬ですね。 えー、そっちを狙う方がいいと思うんですけど、やっぱ、折り合えて刺してね、チュあの、スイートピーステイクスを勝てちゃうっていうような結果が、勝てちゃったので、その競馬をね、続けて狙うっていうのが、まあ、多くのジョッキーの心理ですよね。うん。なんかみんな、あの、逃げ先行で勝つよりなんか、刺して勝った時の方が嬉しそうっていうね、ジョッキーの不思議や、不思議あるあるありますよね。で、急にもうそっから差し馬転向してっちゃって、みたいな感じになりますけど、まあ、なかなか、 そうなると高いクッション値の東京だった場合に、小貝の空が理想通り先行してくれるかと言われると難しいところだと思いますが、でもやはり前に行くと思うんだったらクッション値が高い時に買いたいですし、差す形を取ると思うならクッション値が低い時に買いたいなっていう気持ちはありますよね。で、ここはですね、あの一個ね、あの YouTube の下のあのシークバーからね、一つ分チャプター飛ばしてもらってもいいんですけど、これあの僕のあくまでもあの印象なんですけど、 小金の空って可愛いよなっていう印象なんですけど、3走前逃げてる時ってね、道中も直線もこの頭をこのふふふーんとね、なんか振ったりとか、なんかちょっと、あの、ぴょっとよれてみたりとかするんですよ。で、2走前の1層クラスもスイートビーステークスも先頭に立って他の馬が視界にいなくなったらね、やっぱり、ね、同じ頭をふふんって、ふふふんは僕の、あの、勝手なイメージですよ。振ったりね、よれたりしてて、ナめプしてるわけじゃないんですけど、結構やんちゃなところがあるなっていうふうには思うんですよ。 多分ね。まあ、親父が親父なんで。ね。親父さんがもう <laughs>、親父さんですから、まあまあまあ、多少、うん。そういうとこあってもいいなと思いますし、小金の空に対して僕は可愛い馬だなって思うのは、その、親込みなんですけどね。うん。ね。なので、えー、今回当然相手強化じゃないですか。オークスなんでね。なので、あの、戦闘に立って、ふふふんなんてやってる場合じゃない方がいいわけですよ。 なので、刺す形で、あの、明確な目標が前にいてくれた方がいいんじゃないかなと思いますし、もうギリギリ勝つぐらいのレースですよね。だから、小賀の空がもし勝つと、勝つことがあったとしても、なんか圧勝はないと思うんですよね。鼻差とかね、そういうとこだと思うんですよね。ああいう動きを見てると。うん、でも逆に言えば、その最後まで集中して走れるような強いメンバーと戦った方が、こういう馬はいいんじゃないのかなっていう印象があるっていうね、そんな話でした。 さて、で、調教の部分ですね。前走がウッドの姉妹11.1秒、2走前が11.5秒で勝ってるんですけど、あの、菊沢厩舎ね。えー、姉妹時計がウッドの場合早い方が成績が伸びているので、ま、厩舎の好長局で構想していたとは言えるんですよね、2勝ね。なんですけど、3走前、未勝利戦、こちらあの、半ロい切りだったんですよ、ここだけね。で、えー、姉妹12秒台まとめの加速ラップで勝利しています。全体時計54.6なんですが、 あの、菊沢旧社ってね、見本のね、調教師さんの中では珍しくて、反論い切りが結構ね、あの、珍しくない、多めの旧社で、えー、っと、まあ、このチャンネルの定義での加速ラップですね。はい。途中で表が出ていますけど、あの表に基づいた定義。なんで、あの、3種類あるわけなんですけど、あれとか、あと、ニハロン12秒台まとめの原則ですね。原則ラップの方でも成績かなりいいんですよね。 で、菊沢9社の勝率って8.4%、単回収60%なんですけど、僕があのー、調べている期間はね。なんですけど、この状況の反論域で出てきた時に、勝率が11.9%で単回収114%ってかなり成績上がるんですよね。なんで、小金の空が仮に今回反論になっても、え、なんでダメじゃんとは思わなくていいですね。うん。距離伸びるんで、ウッドで長めから追っててほしいとかってイメージを持って、 と思うんですけど、皆さん。で、追い切りが反論だった場合に、うわーなんじゃこりゃって思わない方がいいかなと。逆にちょっとニヤッとしてもいいんじゃないかなと思います。次にスイープフィートです。こちらはですね、あの、大箇所4着だったんですけど、まあ、よく4着まで来れたよねっていう印象を持ってる競馬ファンの方の方が多いんじゃないかなと思いますよね。ほぼ最高峰からの競馬で直線に向かって、多分大外までね、 あの、うちで距離稼いで大外行って伸ばすイメージだったかと思うんですけど、あの、ライトバックのね、坂井竜星騎手がもうきっちりあの、外への進路を閉じ込めたので、封じ込めたんで、外行けなくって、で、うちに移動してくんですけど、進路が狭くて、で、最終的に、あの、もう一回ライトバックの外まで出すという。で、猛追しの4着なんで、まあ、うーん、正直、ライトバックがいなかったら <laughs>、ね、あの、ワンチャンあったような状況ですよね。上位2頭と差はないと思います。 はい。ただ、あの、昨年の8月に小倉デビューしてからね、8、10、11、12で、今年の2、3、4で、今回5ということで、かなりハードスケジュールで走っているので、その点はちょっと心配だったんですよね。しかも全レース、やっぱりこの馬は、後ろから行くことも多いし、そしたら足もきっちり使うので、まあ、負担っていうものもね、大きいだろうなと思うんですよね。ステレースがないので。はい。なんですけど、 日曜の販路はね、55.2秒なんですよ。はい。ちょっとね、これびっくりしましてですね。いつもまあ60秒以上とかね、70秒近い時もありますし、早かった時でエルフィンステークスの59.6なんですね。で、このペースで競馬してきて、で、日曜日大一番前に16.2から始まって12.0をしまい11秒台近いラップをね、日曜から刻んでいるので、まあ元気だなーっていうふうに思ったんですよ。 ただちょっと不安な点として、小の旧車がですね、の特徴として、あの、追い切りウッドで土日反路遅めとかね、まあ高成績なんですけど、まあ最終的な追い切りが反路にしてもウッドにしても、土日の最速の反路時計が55秒台以下とかって、あの、年10頭そこそこしかいないんですよね。まあまあ、あの、1桁の時もありますし、え15、6頭とかね、の時もあるんですけど、ばらつきはあるんですけど、まあほとんどやってこないと。 で、えー、っと、該当したここ69頭。はい。えー、年10頭そこそこの69頭なんで、まあ大体何年ぐらい前までなのかなっていうのは想像つくと思いますけど、69頭で1勝2着4頭、3着3頭なんで、走ってる馬もいるんですけど、勝率で言うとね、1%台なんですよね。結構それがね、不安、<laughs> まあ不安要素にはなっちゃうなっていう。 うん、珍しいことしてきたなっていう。珍しけ、珍しけりゃいいってもんじゃないなっていう感じで。で、加えてね、この期間でね、牝馬だとね、連帯した馬もいないんですよね。マックスが3着。はい、今年ですけどね。今年3着あったんですけど、2番人気の某馬が。っていうぐらいなので、なんかね、ここで急に、うーん、慌ててきたのは何でしょうね。 まあ何としてもっていう、ここにかける思いが強く出過ぎたパターンっていうのも結構、まあ各球種ありますけどね、そっちに転んじゃってたらやだなぁとは思うんですけど、はい。さ次にね、そのスイープフィートとの勝負に勝ったと言えるライトバックなんですけども、まああの、ライトバックっていう名前でね、えー、スイープフィートのドリブルコース、パスコースをカットしてから駆け上がっていくっていうのはもうなんか日本代表の前世紀のね、時の長友選手みたいな、 はいまあ、ライトバックっていうか、まあ、そっちやったこともありますけど、まあ、レフトの方が多かったと思いますけどなんかねそんな感じだなって今ふと思ったんです、はい。ふと思ったからって書くなよっていうね話なんですけどもでスイーブフィートからすればねライトバックが出たなりの最高峰から競馬してなかったら多分結果違ったんですよね。うん だ競馬ってすごいあの面白いなっていうね。あの後ろ2頭の関係性でお互いの着順変えちゃってるんだからすごいなと思います。で、ライトバックもやっぱ同じで、スイープフィートに挑んだ勝負で勝ちましたけど、やっぱあの位置取りからね、あの位置取りからあの勝ち馬2頭に届くのは難しいなっていうところで、えー、いつものように上がり3波論地点で先頭に対して1.0秒差ぐらいまでの位置、1.0秒差以内の位置で、競馬をしていたらね、さらに上の着順もあった可能性は結構あると思いました。 で、ライトバック、今回、え5月3日以降、反応使ってませんが、土日反応なしが定番なので、別に問題ないです。はい。むしろ反応ありだったアルティミスステークスだけ馬券外になってます。追い切りはウッドばかりなんですけれども、5波論時計が良くてね、出走馬の中でも3位以内で、島一ロ論も出走馬の中で2位以内だった新馬戦とエルフィンステークスを勝利していますと。ねあの、 大花賞に関してはですね、過去一番ね、この全体時計も一波論もまあ遅めにはなってしまったんですよ。うんで、それまでは、それまでのライトバックという馬は常に、えー、出走馬の中でも上位の時計みたいな、いい調教ですよねって、いいタイムですよねっていうのをやっていたんですよね。姉妹時計にしても全体にしても。なんですけど、 大花賞は出走馬の中で貝ですよねっていう立場になったと、それでもあの、大花賞3着だったっていうのはね、評価材料かなと思いますし、これでもあの、調教がね、え新馬戦とかエルフィンステークスのような感じの時計出てきた時には、今度はね、あの、もう一頭負かしたい馬いるでしょうから、そっちとの勝負できるんじゃないかなと思います。はい。なんですが、あのー、 まあでもそうですね。あの、リーディングで言ったら下位の旧車。でも今年ね、あの、チャキ旧車、今リーディング27位で昨年116位なんですけど、今年多いですよね。去年ダメだった旧車がね、すごく盛り返してるって結構多いんですけど、ただ、ウッド追い切りでレース前の土日、前の週の土日反路なしで構想してるのが、ライトバックとミレヴィーナスとワンライトスターぐらいなんですよ。 そこはちょっと不安に感じますよね。ライトバックだけはパーフェクトなんですけど、うん、なんでまあ大成功例がライトバックという馬にこれからなっていくのかなっていう感じはしますけどね。うん、だから今後こういう状況で走る馬が増えてきたらなんかあのチャキ先生がつかんだのかなとかも思いますし、ライトバックは結局ダメになっていって、この状況のパターンやめたんだったら、 あやっぱそういうことだったんだなって思うし。はい。なんでその辺はね、あの、うん、ま、競馬がっつり好きな人は、あのね、チェックしていってもいいんじゃないかなと思いますね、この先。次にクイーンズウォークです。はい。えー、3戦連続上がり1位の足が発動しなかった大花賞で8着。まあ、基本的にこの馬に対してはね、川田騎手、塩コメント寄りなので、うん。あの、そういう馬って将来的に結構ね、重賞バンバン勝つようにはなんないよ、みたいな。 そういう傾向があって、そういう不安ありますよねっていう話は、まあこれまでもたまにしたんですけど、まあそっち寄りかなっていう感じはします。で、調教の部分ですごい気になる点があって、土日のね、販路最速時計が68.5なんですよ。はい。桜花賞が54.8、クイーンカップ56.2、新馬戦は59.6なので、まあ特にこの重賞でのね、えー、54.8秒とか、56.2秒の時計っていうのは、 中内田9社の好成績寄りのね、あの土日の販路早めっていう時計であるっていうところはもううちのチャンネルのあの普段からのねリスナー様だったらあのピンときたと思うんですけどそういう内容だったんですよで今回70秒近い時計じゃないですかで68秒台以上として区切るとまあ勝率が16%ぐらい副回収副勝率が37%単回収59%程度 で、ウッドウィキの時だと、勝率が21%で、副勝率50%もあって、まあ、結構、信頼度としては高いんですけど、回収54%。なので、中内田旧社じゃなければ、信頼度高いなーとか、買わなきゃなーって思うんですけど、そもそもの中内田旧社の成績が素晴らしいことからですね、この旧社じゃなきゃすごい。はい。 でもこの旧社だと狙い目じゃないっていうことが多々起きるわけですよね。これが中内田旧社、シカリアの他のね、リーディング上位の旧社の人たちのすごいとこなんですけど、うん、まさにそういうふうになってしまっているというとこなんですよ。はい。なんですけどやっぱ回収低いんでね、うん。で、類似するケースをちょっと調べてみたんですけど、リバティアイランドもですね、これがですね、僕はちょっとあの、振り返るまで、あの、記憶になかったというか思い出せなかったんですけど、 新馬戦から大箇賞まではね、土日の販路が56秒から六6六0秒。まあ、あの、遅い60秒もありますけど、ギリ60ですからね。はい。ほとんど50秒台、59秒台以下だったと計算してもいいと。なんですけど、オークスだけ69.4秒で、で、ウッド、ウッドある程度の内容に置き換えてたんですよね。その部分を。ただ、クイーンズウォークはちょっとシンプルに土日遅い販路各一本なので、ちょっとその点は違うんですけど、まあ、あの、 似てることを昨年してたんだな。しかもオークスの時にっていう感じなんです。なんで、この女王のね、もう本当に日本の競馬界の中でも歴史に残る女王、リバティーアイランドの歩みを真似るなら、ね、クイーンの歩みを真似るんですからね、クイーンズ・ウォークっていう名前、急激に光って見えなくもないなと思いました。はい。だからなんか計算通り、あの、 ことなんだろうなと思うんですけど、ただクイーンズウォークがリバティーアイランド級かと言われるとちょっとね、また話も変わってくるんですけどね。はい、なんですけど、うん、ちょ追い切りにかなりだから期待を寄せてしまいますね。これで追い切りの時もなんか地味だったりすると、うーん、結構なんか馬が今しんどくなってんのかなとかね。 何かを別の方法を試そうとしてるのかなとか、まあ、いろんなことが考えられますけど、まさかの反論を生きでくるっていうパターンもあり得ますからね。ねあの、クイーンカップは反論で勝ってますからね、この馬。東京コースですから、一応ね、距離全然違いますけど、急に反論できましたよっていうパターンもあるし、ウッドで来るならすごいしまい伸ばすような感じで来るかなと。で、合わせとかもちゃんとして、 ね先着させるようなね、我慢させずにもう先着させるような感じにシフトしてくるんじゃないかなと思うんですけど、はい。まあ、とりあえず水曜か木曜かね、わかりません。まあ、多分水曜だと思いますけど、追い切りのね、えー、チェックするのこの馬もすごく楽しみにしています。 はい。そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。競馬本調著者の竹内がお届けしている竹つべという競馬チャンネルになってございます。ということで、えっ、ー、と、ま、なんか、あの、冒頭にも言った気がしますけどね、オークスに関する動画は、ま、ちょっと特別号みたいなものもですね、はい、アップしますし、追い切り判定動画も、はい、アップしたいと思っておりますが、 えーっとね、そう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 。ほら、あの、日本ダービーの時にね、X のスペース生配信またやるっていう話をちょこちょこしてるじゃないですか。で、最近はね、やるたびにたくさんの方が来てくれて、その中でね、まあ、割と印象的な、あの、まあ、リアルタイムに予想してきますけど、印象的な的中とかもあったりなんかして盛り上がってるんですけど、もうね、これはね、あの、愚痴なんですけど、うちのね、あの、奥さんと子供二人がですね、今週末、オークスの、 日曜日とその前の土曜日のね、昼間ね、バッチリあの用事作ったんですよね。まマ、あま、ともと遊んだり、友達と遊びに行ったり。そうなると次の週は多分ないはずなんで、逆だったらよかったなぁって思いましたね。<laughs> ただ、オークスの時よりやっぱダービーの方がいいっすよね、絶対ね。そっちの方が盛り上がるというか、2条になるしねあの、まったり雑談もしながらやっていけるしね、お酒も飲みながらやっていけるので、まあそこはいいかなと思うんですけど、はい。 でね、なんかあの、外付けのマイク買ったんで、あのスマホにつけれるやつね、スペース用に。で、マイクテストをどっかでしたいって言ってたんですけど、ちょっとやる時間ないかもしれないので、あの、当日始めてで、いつもより音悪いよって言ったら、すぐ皆さんあの教えてください。はい、あの、外しますから。うん、そこでもあの当日テストにしちゃおうかなと思ってます。で、多分ダービーの日のお昼ぐらいからまた始めようかなって感じですかね。で、あの、終わりまで、まあ4時間、5時間ぐらいいつも通り。 やりたいなと思ってますので、ぜひぜひね、2週間後ですけど、あのー、XTwitter の方ね、旧 t w i t t e r の方遊びに来ていただけると嬉しいでございます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。